皆さん、今週もやってまいりましたよ。平こつえラジオでさあゆいさもーれの時間です。皆さん聞いてますかね。さあね、今週ね、先週といいますかね、私はいろんなところでちょっとライブを楽しませていただきました。もう今回ね、皆さんに先週お伝えしました、本日の放送で、平こつえラジオはラジオでさあゆいさもーれの時間はちょっと終了となりますよ、ラストとなりますよとご案内しましたけども、まずはですね、じゃあちょっと先週何をしたのかいつも通りちょっとお届けしますけども、まあね、先週はね、先週今週というのはすごくライブを見に行く時間が多くて、まずね、ラジオでも案内しましたけども、あいたかさんのライブをね、復活ライブをちょっと見に行きまして、すごく楽しい時間をね、二人のね、すごくスローの曲が私大好きで、君へという曲とかがねすごく大好きだったんですけど、久しぶりにねお会いしたら、酸っぱいマンの歌も歌ってくれて、一粒食べたら甘酸っぱいとかってね、すごく懐かしくて、おーとかってみんな、拍手してましたけどもね、すごく楽しい時間でした。そして昨日はですね、お笑いの知念田新一郎さんのワンマンライブをねちょっと見に行ったんですけども、本当にね一人でもうね、最初前半6コントぐらいかな、一人でやってたんですけども、もう面白かった。それがね、ステージ上でね、このシーンによってちょっと役柄を変えなくちゃいけないから、一つのコントが終わってまた一つのコントが終わってってやるときに、一人で舞台でさ衣装チェンジしてるわけ、喋りながら。そうびっくりして、私と思って、まあちょっと見えないようにレギンス履いてたり、ちょっと白いシャツ着てたりするんだけど、そこでいろんな役に応じて着替えてるのを見て、おおすごい斬新だなと思ってて、それでねいろんなコントをして、でそしたら後半にはですね、なんと新一郎さん CD も出したんだよ。そしたらこの CD でね、ユタのね見えるよのねCD が出たわけさ。またこれが面白くてね、みんなに回ってきたのがさ、内カビだわけ。何するのかなと思ったら、ライブでさ、この内カビ持ってみんなでこんなって踊るわけさ。もうとっても楽しかった、昨日も。そういう風にね、ちょっとライブでちょっと充実した1週間を過ごさせていただきました。さあではね、早速皆さん本題になりますけども、平こつえラジオでさあゆいさもーれ、約半年間株式会社ティータキャストさんのスポンサーのご協力によりお届けしてきたんですけども、本日で終了ですよとかってお話ししてたらですね、たくさんの皆さんからメッセージもいただきました。メールもいただいて、番組続けてほしいなっていう言葉をね受けて本当に嬉しかったです。でそれをですね、ある方にちょっとそういったのもありました、ありがとう、番組も終わるんですけどもねっていう話をしたら、どうして終わるのっていう話になって、そしたらですね、彼が番組を継続してほしいというお話をいただきまして、でうーんってみんなでいろいろ考えた結果、あとワンクール番組延長することになりましたよ。皆さん聞いてるかーい。やったー、新しいスポンサーさんが名乗りを上げていただきましたね。え本当ね、皆さんのご協力もあって、ぜひやってほしい、続けてほしいっていう声はいただいてたんですけど、私的にどうしていいのかなっていう感じだったんですけどもね、もうね、私で本当にいいのかなとかいろいろ考えたりもしたんですけども、まあ皆さんとね本当にまたこのようにしてラジオを通して、ご一緒にねお話ができたり、いろんなお話を皆さんから聞くことができるのかなと思うと、すごくいい、また時間にしていきたいなとすごく思ってますので、今後もね、お付き合いしていただけたら嬉しいなと思います。もう一発目でね、皆さんにご報告をさせていただきまして、本当すいません、いつも3ヶ月更新になっておりますけども、私の番組はね、毎回最終回1回区切りを打とうとするんですけどもね、本当にでも続けさせていただけることに何よりねありがとうございます。
さあではですね、本日もたくさんメールツイキャスお待ちしておりますよ。はい、この番組はメッセージを募集しております。メールアドレス 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653 までお待ちしております。また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しておりますので、FM コザの、ね、ホームページから見ることができますので、そちらの方もご覧くださいね。ぜひコメントの方もお待ちしております。よろしくお願いします。はい、岸さん早速、ね、ツイキャス来ていますね。継続おめでとうございます。パチパチパチってことでありがとうございます。またお付き合いよろしくお願いいたしますね。さあではここでね、一曲お届けしたいのですが、皆さんの出会いとね、そういったあのね、なんていうのかな、皆さんのそういった気持ちがすごく私嬉しかったので、私のオリジナル曲の中から、宴の後っていう曲をお届けします。それでは聴いてください。ラジオでさあゆいさもーれ。この番組は現代版組踊りキムタカのあまわり応援企業株式会社ティーダキャストの提供でお送りしております。ちょっとメールをちょっといくつか読ませてください。
メールのさ1時からの梢様ってあるさね、で一番下にさこの番組はリクエストもあるのかなってあるんだけど、この1、2っていうのは何かな、この曲あるの、これ曲名ってこと、タイトルはのリクエストって言いたいんだけど、この曲あるのかな、ある、ああ来てる、多分間違ってなんか、ああ本当だ、あ来てるね、あびっくりした、うんうん、なるほどね、オッケーオッケー、うん、あそうだよ、こうたくん入れないと、すいません、自分忘れ、皆さんメールありがとうございます。こちらでメールとツイキャスの方ねちょっと読ませてくださいね。はい、梢さん、スタッフさん、そしてケンちゃんのメールコーナーを楽しみにしている3名のリスナーさん、こんにちは。はい、ケンジさんこんにちは。本日でラストなの、6ヶ月間本当にありがとうです。9月長女が結婚、11月私の誕生日前日友達がゲストあったね、沖縄であったね、そういったことがね。はい、1月に2160円の車、あそうだよね、手に入れたんだよね、新年度にね、そうそうあった。3月アミ次女のメールが読まれる番組とともに思い出がいっぱい、終わるのは寂しいですが次へのステップということで次の場所でまた聞けることを楽しみにしてますということなんですけど、ケンジさんメール超いっぱい来てる、4通ぐらいありがとうね。ねえ、いやーケンジさん番組延長になりましたよ、よろしくお願いします。ねえ、この後もぜひタイトルは平子勢ラジオでサルユーサモレそのまま使わさせていただいて、ちょっとね番組の内容ちょっと変わってきますけどもお届けしますので、また思い出作りで一緒に参加してくださいね、よろしくお願いします。そしてもし一通ケンジさんから、ケンちゃんのメールコーナーは私ことですが、先週もそうでしたが本日もお仕事、金曜は出かけない休日を、宣言しますが誰も聞き入れてくれませんって午前中には、やっつけて帰宅して必ず聞いてますということで、なんて携帯の契約ギガを超えてしまって見れないのですっていうことで、わざわざ自宅に帰ってラジオをね、ユーストリーム、あ、なんだっけ、ツイキャスね、見たりとかしてくれてるってことなんですけど、そうそう、昨日東京にあるライブ居酒屋ハイビスカスであいもこさんのライブ行きました、とても楽しかったです、ライブ終わりにパチリさせていただきましたということで、あいもこさんとねお猿のぬいぐるみが一緒に楽しく写ってる写真があるんですけども、ケンジさん昨日の夜はすごく楽しかったようでね、ありがとうございますね。そしてですね、メールの方もいただきました。あ、ラジオネームキンちゃんさんから来てます。梢さん、はいさーい、ラジオネームキンちゃんやいびんということで、はいこんにちは。重大発表って新番組イエーイってやつかと思ってました、延長とはまさかの大技ですねということで、はい、ワンクールごとに延長していきましょうということで、はい、ありがとうございます。本当あとワンクール延長することができて本当嬉しいです、ありがとうございますね。まだまだね、本当皆さんと共に、ご一緒にね番組盛り上げていけたらなと思っておりますので、今後ともお付き合いの方もよろしくお願いいたしますね。さあでは、パンダダーンさんから来てますね、こんにちは。はい、こんにちは、見てますか、どうぞ最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。さあではね、
続いてのコーナーに行きたいんですけども、先週までお届けしてました、今週のタオファクトリーからお便りコーナーは先週でねタオファクトリーのスタッフの皆さん終了させていただきましたが、本日はゲストをお呼びしております。ゲストはですね現代版組踊りキムタカの雨割り卒業生の東浜光太くんです。よろしくお願いします。いやーやっとさ現代版雨割りねキムタカの雨割りのねあの出演者をスタジオに呼ぶことができたよ。ありがとうございます。ねえ光太くんはね以前にもですね、はい、あのインタビューの方で、ね、はい、あのいろいろインタビューさせていただいたんですけども、じゃあ光太くんあの雨割りでは何をやってたのか、はい、ちょっと紹介の方お願いしてもいいですか。はい、自分は、キムタカの雨割りで男性アンサンブルという部門で、頑張ってきました。男性アンサンブルというのは、はい、男性を中心にした、まあ、踊り中心の部門になります。はい、あの私何度かね光太さんあのお会いさせていただいたんですけども、コウタくんさ、はい、まず見た目の印象がさインパクト強いわけよ。あ、はい、ね、よく言われるでしょ、まあ、言われますね。自覚もちょっとあります。自覚もあるちょっとは、はい。っていうのもさ、うちの私のね、はい、三振をいつもサポートしてくれる横見ひろみちっているわけですよ。ミッチーって呼ばれてるんですけど、はい、ミッチーにそっくりだわけ私。そうなんですか。そうで、いつも見るとミッチーに似てるなとか思いながら、すごくあのだから印象的で、コウタくんの顔がね忘れられなくて、今日もコウタくんが来るよってか、あ、コウタが来るのと思って、すごくだから嬉しかったんだよね。はい、ありがとうございます。うん、だからあの、あ、じゃあ今日はまたねちょっとあのミッチーにのコウタくんを話ちょっといろいろ聞きながら、はい、あのできたらなと思うんですけど、はい、これが横見ひろみちっていう人なんですけど、あ、ちょっと雰囲気似てると思います。似てますね、確かに。ちょっと見て似てるでしょ、雰囲気。そうだからね、私ねだからよくあのコウタ君とお話しするときはなんかミッチーのねあの弟か親戚と話してるような気分になってくるわけさ。さあではね、ちょっとあの無駄話になっちゃいましたけども、まあそこはちょっと置いておきまして、はい、ね、あの今までねあのキムタカの雨割りに携わってきたと思うんですけども、コウタさんは何いくつの時から携わりました？自分はキムタカの雨割りには、中学1年生の時から、まあ、参加していますね。これは何かきっかけとかありましたか？きっかけは昔からこのキムタカの雨割りの舞台見るのが好きだったっていうのもあるんですけど、うん、一番はこの自分のお姉ちゃんがもう雨割りをやっていまして、はい、で親からなんかどうせならお前も入ればみたいな感じで言われて最初はまあどうしようか悩んでたんですけど、それでまあ入ってみるかみたいな感じで、はい、うん、やってみようかなって、やってみようかなって感じでやりましたね、うん、最初は。どうでした、あの最初すごくねまた違う今までと違う環境だったと思うんですね、はい、だからすごくねあのどうしていいのかなとか、俺に何ができるかなとか、すごく多分不安だったと思ったんですけども、まあ、ですね、はい、ね、いろんな稽古をしていくうちに、はい、もうねコウタくんねすごい堂々としてるんだよねステージで。私あのいつもリーダーになってねみんなをまとめてるのをよく私も見てたんですけども、あの最初はね多分先輩方のね見ていろいろ真似をしてっていうところから始まったと思うんですけども、はい、あの中でもねあの雨割りの中で稽古したり本番だったりとかの中でなんか苦労したなとか、あのそれが楽しい一番思い出だなとか何かありますか？自分が一番苦労したっていうかやっぱ印象残ってるのが、うん、あの自分が中学2年生の頃に、うん、高校生の先輩がたくさんいたんですよ。高校3年生の先輩が6名7名ほどいたんですけど、うんうん、キムタカの雨割りって高校3年生で卒業なんで、はい、この、そうだね、先輩方が一気に卒業してしまって、うん、自分が中3上がった時には、うん、高校3年生、あ、高校生の先輩が3名しかいなくなってしまって、そうだったよね、自分が、はい、中3でもう教える立場、うん、上の立場にならないといけないって時がありまして、その時の1年間はちょっと大変っていうか苦労しましたね、かなり。はい、じゃあそれからっていうのはすごくだからね、あの、はい、いろいろ鍛えられたと思うんです、ですね、はい、精神的にもそうだし、はい、いい勉強になりました。で後輩にどう伝えたらいいのかとか、はい、いろんなことをね多分あの頑張って見つけて、はい、多分だからその
結果が多分あの ステージでの、あの現れた堂々としたステージじゃないかなと私は思うんですよ、はい、やっぱり関係してくると思いますね。そうね、なかなかそういったのを出せるっていうのはすごいなと思うので、経験がないと多分そういったことができないのでね、はい、なのでコウタさんはすごく、だからじゃあそういう時からね早くで、はい、ね、いろいろ任されたっていうことで、はい、いい経験でした ね、はい、不安もあったと思うんですけど、それがね、まあはい、いい結果となり、はい、ね、いい、ね、ステージで自分の表現するでもね、はい、うん、なったと思うんですけども、はい、最初は不安でしたけどやってよかったと思いますね、うん、そうだよね、はい、不安だよ ね、 不安でしたね、まとめないといけないっていうのをね、はい、そう、そのチームチームによってみんなね、あのそれぞれのパートに分かれてね、はい、あの役者チームがいたり、またね女性アンサンブルがいて男性アンサンブルがいて、はい、っていう感じでいろいろパートに分かれてるからね、はい、そのチームがねグダグダだとね、ちょっと全体にも影響出ちゃうんでね、そう、影響してくるからね、はい、すごく不安でね、いろいろあったと思うんだけど、はい、その中でもすごく頑張ってくれて、まあ、はい、頑張ってきました、うん、ね、卒業公演3月ね、はい、無事終えたということなんですけども、なんとか終わることはできましたね、ね、本当、はい、ね、だからあのタオファクトリーのスタッフの皆さんからもあの報告は受けていたんですけどもね、はい、私本当に最後の最後あの見届けることができなくて、すごく本当寂しいな、残念だなとかって思ってたんですけどもね、最後の公演どうでしたか、コウタさん。最後ので自分が日曜日の昼に初ではない、うん、あの役者をちょっと やらせてもらいまして、え、そうなの、まあ、急遽代役の形でだったんですけど、まあ、いい経験にはなりましたね。やっぱり普段ダンスで、うん、そうだよね、マイクつけるっていう経験すら今までやったことなかった。何の役やったの。自分はあの雨上がりの舞台に出てくるあの、うん、餅月味という、うんうんうん、9代目カツレン城主の、はい、城主のまあ、古文みたいな感じの蕎麦用人って役があるんですけど、うん、それにやらせていただきました。すごい。大役なのにそういったことができるってすごい ね、まあ、ですね。一応はちょっと無茶ぶりっていうわけじゃないんですけど、うん、ちょっとやってみる、うん、みたいな感じで言われたんですけど、うん、もう高3にもなってこういう経験できるっていうのはそうね、いいことなのかなと思って、それがいいチャンスだったりするんだよね、はい、ちょっといい経験になりましたね。さっきもちょっとちらっと話したんだけどね、はい、いやそうじゃないと自分が出せる場所ってなかったかもしれないもんね。ですね、はい、本当はね、はい、だけどそういったきっかけがあって、ああもうやらなくちゃいけない、チームのためにも頑張らなくちゃいけないっていう思いもあるからさ、はいはい、でそこでね役者の経験をすることもできたっていうことで、はい、うわーすごいね、コウタさん。楽しかったですね、やっぱり。ちょっと最初は不安でしたけど、どっちが俺向きだなと思った、あのアンサンブルの方かな、それとも役者かなって。どっちですかね。役者は役者で楽しかったんですけど、やっぱりでも自分はダンスやってきたんで、やっぱりダンスでダンスが良かったです。あ、でもさ、はい、どっちかな、今までやってきたことで締めたいのか。あ、ね、一応ねそれはありますね、確かに、うん、一応は最終日はダンス出てたんですけど、あ、はい、あ、そっかそっか、あ、じゃあもうね満足、満足ですね、もう やりたいことをやった感じだね、やりきったっていう感じだね、はい、あ、それは良かった。いやね、コウタ君見ててもさすごく輝いてるんだよね、目も輝いてるし、ああ、これから何かしたいんだろうな、コウタ君はと思って。で、高校もね、卒業して、はいはい、ね、じゃあ、コウタ君、卒業したけど、今度どうするの、何するのって聞いたら、はい、なんと、大阪の大学に進学するそうで、はい、そうですね、おめでとうございます。いや、すごいね、はい、そこで何をちょっと目指してるんですかね。自分はあの大阪芸術大学というところに進学が決定しまして、うん、そこの文芸学科。はい、ってところなんで、うん、詳しく言うともう文章だったり文字の勉強をして、はい、どういう文章文字でを書くとどう人に表現できるか、うん、どう人に伝えることができるか、はい、っていうことを勉強しに行きますね。なんでまあ自分は将来は作家、うん、小説家などを目指しているんで、ちょっとそれの勉強をしに行っていきたいと思っています。うん、いや素晴らしい。作家、はい、作家、小説家。おーいいね、芥川賞とかいきなりコウタ君が取ってきたら、いやその時はまたこちらの方にぜひぜひまた来ると思うんで、ね、もうねお待ちしておりますので、いやありがとう、その時はまたウェルカムです、はい、よろしくお願いします。いや楽しみだね。でもさ、はい、大阪にもさあのねタオファクトリーさんが抱えてます あの団体がね、はい、いますよね、あの、はい、今公演今週かなで、ね、今週ですね、はい、ね、行われるということでね、はい、みんなスタッフの皆さんも出払っていますけども、出払ってますね、今コウタ君もまたね機会があったらね、はい、そこで も、ね、顔出したりとかしてね、はい、そうすると今までのものがねまたここでも少し生かされたりとか、ね、沖縄離れてちょっと不安なことがあるかもしれないけど、まあはい、そこに行くとねまたちょっと、はい、
懐かしくなりますね、まあね、はい、ちょっと沖縄のことをね、そうそう思い出しながら居場所が作りができるのでね、はい、そういったこともあるとまた楽しいかもしれませんね。はい、そうですね。いやーもう楽しみだね、こうたくんですね。もう4月からね、はい、大学生、大学生ですね、ついにね、ついにですね、本当にもう私も一度は行けばよかったなと思って一度終わってこんな簡単に行こうと思って行けるもんでもないけどね、本当楽しい今青春の時期なんだろうなと思っててさ、こうたくんが将来どういう、ね、仕事について、どんな、ね、作家さんになるのかなとか、どんな台本を書いてね、舞台の、ね、演出とかそういったことをいつか携わるのかなと思ったら、はい、その舞台にねまた私たちも立たせていただけるのかなと思うとね、まあ、楽しみにしてますのでね、はい、その時はもうぜひお願いします。はい、はい、もうその時はいつでも連絡ください、はい、ありがとうございます、はい、なのでね私もまた大阪行く時にはこうたくんとねちょっとご飯でもしようねとかってさっき話したからね、まあはい、いやなんか本当にね弟たちを見届けてるような妹たちを見届けてるような気分で私もこの半年間皆さんと携わってきて、はい、すごくねいい思い出もたくさんありますし、はい、いい経験も私もさせてもらいました、ね、皆さんとねうるま祭りではね、はい、一緒に共演できたりとかして一緒に舞台に立ったんで、うん、はい、本当にだから嬉しかった、楽しかったし、こちらこそありがとうございます。いえいえもう、はい、こうたくんにありがとうございます。私泣きそうになるさもうお母さんみたいな気持ちになってるからいやこれもね本当あの雨割り の, あのスタッフの皆さんであったり、そしてこの番組でもねあの皆さんの雨割りの皆さんを取り上げることによって私もまた皆さんとすごく近くになれたような気がして、はい、あのちょっと間違えれば私も現代版組踊り の, スタあのメンバーですって言いそうな勢いなんですけども もうそのぐらい本当に皆さんとねあのそういったようにお話ができたりいろんな経験をさせてもらったことにすごく感謝します、これもですねあの株式会社ティーダキャストさんの提供によるあのラジオ番組を、ね、持たせていただけるっていうのがあって、それを通して皆さんとねあのいろんなコメントのねあのやり取りをしたりとかね、あのなんだっけあのラジオ収録をさせていただいたりすることによってみんなとねあのコミュニケーションが取れたのですごく楽しかったです、はい、ね、この半年間本当にお付き合いの方ありがとうございました。またね、はい、あのゲストでいつでもウェルカムですので、はい、沖縄に帰ってきた際は、はい、その時はまた、ね、また大学生活でどうとかっていう話をね、はい、聞かせていただけると私たちも成長を見届けることができるのかなと思ってはい、その時はまたお母さんは楽しみにしてるよ、はい、ありがとうございますはい、じゃあこうたさんね、はい、これで最後にはなりますけども、はい、あのまたキムタクの雨割りであの思い出になる曲がありましたら、はい、ぜひリクエストで、かけたいなと思ってるんですけども、はい、何かありますか。わー、やっぱりこの卒業公演の時にの最後にも踊ったんですけど、はい、このダイナミック琉球という曲がちょっとやっぱ自分たちの中には思い出深く残っているので、はい、それをぜひお願いしたいなと思ってるんですけど、大丈夫ですか、はいはい、でもちょっと待ちくださいね、あのメールが来てます。大塚健二さんからです。こうたさん進学おめでとう、たくさん経験してくださいという、はい、将来平小杖物語を書いてくださいねってもうその時は、はい、デビューしたらぜひ書かせてくださいぜひ、はい、もしかするとね小杖 の, あの人生が芥川賞を取るようなあの小説の一部になってるかもしれないしとかってその時はもう記者会見の時にでもそうね、はい、一緒にね一緒に出ましょうね、はいはい、夢は大きくですからね、はい、はい、こうたさん本当、はい、本日お付き合いありがとうございました。これからもね、はい、学校生活楽しんでください、はい、頑張ってきます、はい、じゃあそれではリクエスト曲、はい、じゃあタイトル紹介お願いします。はい、じゃあ生間明さんでダイナミック琉球です、どうぞ。はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ね、ゲストの東浜浩太さんに出て、出演させて、出演していただきましたけど、浩太くん超かわいい。このスタジオから見えるあの横断歩道を渡ってずっと先まで、ね、手を振ってくれてて、バイバイって、もう大阪に行くのかなと思ったらお母さんは涙が出そうだったさ勝手にお母さんになってるけどいや本当にね、これからのね、旅立ちすごく楽しみですね。コタさん今日はありがとうございました。さあ、あのメールの方も来てますので、ちょっとかなりのメールが来てて、ね、今ちょっとパニックになってますけども、ちょっと順番よく読んでいけたらなと思っております。さあ、小杉さん、番組延長おめでとうございます。嬉しいですね。これからも応援してます。平山ファミリーさんから来ました。あ、平山さんありがとうございます。実はこの番組のきっかけにもなっているんですね。私のありがとうございますね、平山さん。はい、これからもよろしくお願いします。はい、ラジオネームきんちゃんさんからも来てます。おいらも昨日あいもこのライブ行ったわけさ。最後のあいもこさんとお猿さんのスリーショットも撮ったんだけど、ケンチさんあそこにいたのねって、お猿さんの人って、そう、大塚健二さんっていうのはあの猿のことですよ真剣な顔して言ってたりしてそうですよ、金ちゃんさんとかってもうそれでもご察しをしたと思いますよろしくお願いしますね。またライブ会場で会うときは声かけてあげてくださいね、金ちゃんさん。はい、ケンジさんからもう一通来てましたね。ごめんなさいね。コウタさんいい声だな。横目兄と本当は音なのではとかっていうことで来てますけどもね、ここだけの質問ということで、さっきはあの来てましたけども、キムタカのあまりでの恋愛事情をケンジさんは聞きたかったみたいですけど、まあ、あのコウタ君は多くは語りませんでしたありがとうね。はい、でですね、もう一通来てますね。はい、あ、これじゃないな、ごめんなさい、何通か来てるのでちょっと、はい、大塚ケンジさんからもう一つですね。うひょう、3月、あ、3ヶ月延長おめでとうございます。本当に3ヶ月契約ですねってそうですね、半年終わってね、あと9ヶ月目に突入します。今度あとね、3ヶ月延長なんで、そうやってもしかすると1年続いていっちゃうかもしれませんとかっていや、次また次回はね、本当にあのいついつまでですよとかってな、ね、なるべく早めに分かればね、ご連絡できるようにしたいなと思います。本当今回も急にちょっと決まったのでね、みんなには本当に終わるつもりでお話をさせていただいてたので、私ともどもスタッフの皆さん、ってすごいっていう話でね、ちょっと驚きを隠せないところになっておりますけども、はい、ケンちゃんのメールコーナーも、継続できる、嬉しい。小杉さんいいな、たくさんの方からの応援やめないでと言われて、私は3人もリスナーがいるのに誰一人応援も同情もしてくれなかったな、泣かないか、本当に良かったですとかっていうことで同情なかったの、ケンジさん、あ、いやちょっと寂しいねはい、メール皆さん大変ありがとうございます。さあ、ではここからはね、続いてのコーナーに、参りたいと思いますが、よろしいでしょうか。ちょっとメールもね、前後してるのでちょっと読み忘れがないかすごく心配なんですけど、何時ですか。1時18分のやつですね。はい、ちょっと読みましょうね。あ、すいません、ありましたね。あ、中上さんから来てます。小杉さんこんにちは、中上様ですということで、番組延長するの、おめでとう、よかったね、もう少しで卒業おめでとうの感動メールを送ろうとしてたよ、笑、これからも応援してるよということで、ありがとうございます、嬉しいです。いやー、ほんとね、先週っていうか今週の頭くらいまで本当にね、終わる予定だったんだよね。だからスタッフも本当と思って本当びっくりしたところなんですけどもね。はい、本当ありがとうございます。これからもね、お付き合いよろしくお願いしますね。さあ、では続いてのコーナーに参りたいと思います。それでは続いてのコーナー、思い出のあんな曲こんな曲のコーナーです。さあ、こちらにもメールがいくつか届いておりますよ。はい、すごいタイトルで来ました。1時からの小杖様へっていうことで来ましたけども、はい、太陽の暖かさを感じ、胸いっぱいに空気を吸って深呼吸する、喜びも悲しみも涙あふれ、美しい、あ、美味しいも、好きなも
好きも嫌いもニコニコしたり怒ったり、そんなことができる普通の暮らしがいいね。本当は小さな奇跡の、積み重ねで当たり前の平和の上で感じていれたこと、そのことをね、しみじみと再確認した5年前の3月11日でしたよ。東北に住む私は普通に暮らしているだけだって、ほら奇跡なのにさ。こうして、今日あなたがラジオに、なんだっけこれは携われることはウルトラ奇跡ですね。ご縁をくださった皆様、私からも感謝します。梢さん、皆さん支えられながら、あなたらしい、なんだろうこれ、なんだ、奇跡を刻んで、持ち前のピカピカの笑顔でご活躍くださいね。みんなで進化していきましょうということでね。福島の郡山の石本のり子さんと娘さんのさやかさんから来てるんですけどね。はい、ありがとうございます。本当ですよね。3月11日のことを、先日もお話ししましたけども、本当に生きてるだけで奇跡なのに、当たり前のね生活のこととかね、そういったのがね、生きてるだけでありがたい、普通の生活ができるだけで幸せってね思える、でそんな一つ一つの積み重ねの奇跡があって、また今日もね、このようにラジオを継続する奇跡があったので、本当に幸せものですね。じゃあリクエスト曲あるかなということでね、どちらがいいかな。まずのりこさんの方からのかけようかな。ある？大丈夫？のりちゃんねーねーからのねリクエストで、ファンキーモンキーベイビーズで悲しみなんか笑い飛ばせ。
はい、のりちゃんねーねーリクエストありがとうございました。そしてもう一つですね、けんちゃんのメールコーナーからお知らせということで、3月27日、千葉県幕張メッセ USA チア大会があります。そこに3年連続をかけてチーキーズが出場します、出場されますということなんですけど、チーキーズですね、はい、ごめんなさい。今月の世界大会アメリカのダラスでは、2位でしたね。先日メールをね、来てましたけども、すごいですね。皆さん応援しに来てくださいということでね、千葉方面の方ね、幕張メッセでね US チア大会があるそうですので、ぜひよければ足を運んでみてください。そしてリクエスト来てますね。アバのダンシングクイーンお願いしますということで、はい、ケンジさん、それではダンシングクイーン聞いてください。はい、ケンジさん、リクエストありがとうございました。はい、ツイキャスの方来てますね。よしひろさんですね。はい、ありがとうございます。こんにちは、走りながらラジオ聞いてます。エンディングだってことですいませんね、もうすぐエンディングになっちゃいましたごめんなさい。はい、もうちょっとだけお付き合いくださいね、よければはい、そしてもういつ来てますね、ツイキャス、北斗星号さんですかね。はい、ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いしますということで、あ、よろしくお願いします。もうエンディングになってるんですけどね、もうあと 2,3 分お付き合いください、よろしくお願いいたします。はい、あ、 AKB ファンさん出遅れた、こずちゃん、めぐ、こんにちはということで、はい、こんにちは、よかった、ありがとうございます。さあね、
もうお送りしてきました、番組エンディングへと近づいてまいりましたけども、さあ最初ね、オープニングで言いました、平梢ラジオでさゆさモーレ、この番組はですね、スポンサーさんの現代版組踊りキムタカの応援企業株式会社ティータキャストの提供でお送りしていたんですけども、ティータキャストさんのでの番組のお送りは、本日で終了となりますが、また4月から新たに番組をスタートいたしますので、はい、番組タイトルはそのままで、平梢ラジオでさゆさモーレ、同じ時間この時間でお届けしますのでね、延長、ぜひ皆さんと共にまた楽しいひとときがね、遅れたらなと思っております。さあ今日もメッセージ、メールなどね、たくさん大変ありがとうございました。本当に嬉しかったです。はい、もう4月からも続きますので、どんどんメール、ツイキャスお待ちしております。さあお送りしてまいりました、平梢ラジオでさゆさモーレ、エンディングの時間となりましたけども、さあではこちらでですね、平梢、どういう人なのかなって初めて聞いた方もいらっしゃると思いますけども、平梢で検索の方お願いいたします。そちらの方にね、ホームページやフェイスブックがありますので、ぜひこちらの方でもね、ラジオのことアップさせていただきますので、ぜひコメントなどくださいね。さあ本当にね、あっという間の時間、6ヶ月間、株式会社ティーダキャストさんに大変お世話になりました、これもね、ティーダキャストさん あのご協力のもとお届けすることができて、本当に幸せな番組をお届けすることができました。さあではね、平梢ラジオでさゆさモーレ、この番組は現代版組踊り現代版組踊りキムタカのあまわり応援企業株式会社ティーダキャストの提供でお送りしました。やっちゃった。